ある日、天才発明家ニコラ・テスラは自身の研究室で一つの考えに取りつかれました。もし私たちが空中を通じて電気を伝えることができればどうだろう。私は未来を見る。それは私たちが電気を伝える新しい方法を持つ未来だ。線なし、ケーブルなし、制限なし。この一つのアイディアはテスラの人生を変えることとなりました。しかし多くの人々は彼のこの考えを疑問視しました。無線エネルギー伝送は当時の科学者たちにとってまるで魔法のように思えたのです。だがテスラは諦めませんでした。彼は独自の方法で実験を重ね、結果を出し続けました。そして彼は確信しました。空を飛ぶ電気、それは現実のものとなると。私たちの未来は無線の中にある。空気中を自由に動くエネルギー、それが私たちを新しい時代へと導くだろう。テスラの無線電気伝送の考えは彼自身の手で現実のものとなりました。彼の努力と情熱は今日の我々の生活に大きな影響を与えています。ではテスラがどのようにして無線エネルギー伝送の技術を開発し、その技術がどのように世界を変えていったのかを紐解いていきます。ニコラ・テスラは新しい技術、無線エネルギー伝送の可能性を追求し続けました。しかしこの道のりは決して平坦ではありませんでした。彼のアイディアは多くの懐疑的な目で見られ、多くの人々は彼の技術を実現することはできないと考えていました。私の考えが理解されないことは私にとって新しいことではない。しかし私はこの技術の可能性を信じている。テスラは自らの資金で実験を続けました。彼の研究所は夜通し明かりを灯して新しい発見のための実験が行われました。ある夜、テスラはついに無線でのエネルギー伝送に成功します。小さな電球がケーブルなしで明るく輝いたのです。これはただの始まりだ。無線技術は私たちの生活を根本的に変えるだろう。しかしその成功も長くは続きませんでした。テスラの研究所が火災に見舞われ、多くの研究資料や機器が消失してしまいます。多くの人々はこれをテスラの研究の終わりと見ましたが、テスラは諦めることを知りませんでした。失われたものは多い。しかし私の信念や情熱、そしてこの技術への信仰は変わらない。彼の情熱は今後の挑戦と成功につながっていくこととなります。テスラの研究と技術的成功は彼を電気の王国の中心へと押し上げました。しかしその道のりには彼の大きなライバル、トーマス・エジソンもいました。エジソンは直流電力 DC の推進者として知られ、テスラは交流電力 AC の擁護者でした。この2つの電力供給方式はその時代の電気産業を二分していました。交流は電力を遠くに送る最も効果的な方法だ。直流こそ安全で確実な電力供給の方法だ。この技術的対立は電流戦争として知られるようになり、世界中の注目を集めました。エジソンは交流の危険性を訴えるキャンペーンを行いました。彼は公衆の前で動物を交流で感電させ、交流の危険性を強調しました。テスラは交流の安全性と効率性を証明するため、自らの体を使って実験を行いました。彼は大勢の観衆の前で自らの体を通して電流を流す実演を行いました。見てください、私は無傷です。交流は未来のエネルギーです。結局交流は長距離送電に適しているという利点から世界中で主流となりました。しかしこの戦いは
テスラとエジソンの関係を永遠に変えました。二人は技術的対立を超えて人間としての尊敬と友情を持つようになりました。テスラは私が知っている中で最も才能のある男だ。エジソンの熱意と情熱は私を常に驚かせる。この二人の偉大な発明家の物語は競争と共同作業、尊敬と友情の複雑な組み合わせを通して私たちに多くの教訓を残しています。テスラの研究の中で最も興味深いものの一つが、彼が宇宙からの信号を受け取ったと主張するエピソードです。1901年、テスラはコロラドの自宅ラボで高周波の実験を行っていました。その際、彼は通常とは異なる信号をキャッチしました。これらの信号は地球上のどの発信源からも来ていない。もしかして遥かな宇宙からのものではないか。テスラはこれらの信号が火星から送られてきたものであるとの仮説を立てました。彼のこの発表は当時のメディアで大きく取り上げられました。実際に火星からの信号だったのか、それとも他の原因があったのかは未だに議論されています。しかしテスラがこの信号を宇宙からのものと信じていたことは確かです。私たちは宇宙とのコンタクトを果たす最初の一歩を踏み出した。これは新しい時代の幕開けだ。テスラはこの発見をもとに宇宙との通信装置を設計し始めました。彼は人類が宇宙とのコミュニケーションを持つ日を夢見ていました。現代の科学者たちはテスラが受け取った信号は地球外からのものではなく、自然な電磁波や他の原因であった可能性が高いと考えています。しかしテスラのこのエピソードは彼の果てしない探求心と未知のものへの好奇心を象徴しています。もしテスラが宇宙とのコンタクトを果たしていたら、我々の歴史はどれほど異なっていたでしょうか。数々の発明と実験を通じてテスラはエネルギーと振動に特有の関心を持っていました。その中でも彼の最も印象的な実験の一つは高周波放電を利用したものです。彼のラボでは電気放電が空気中を舞い踊る様子が見られました。これはまるで光のダンスのようにも見えました。エネルギーの放出はただの科学的現象だけでなく、宇宙の美しさを示すものだ。テスラはこの放電の美しさを観客を前にして何度もデモンストレーションしました。彼のショーは科学的探求とエンターテインメントが融合したものとなっていました。当時の人々はこの驚異的なショーに驚きと興奮を隠せませんでした。電気放電の美しい光は未来の技術と魔法が融合したかのように感じられたのです。私たちの周りにはまだ解明されていない美しさが溢れている。それを見つけ出すのは私たちの役目だ。現代でもテスラコイルという装置を使って同様の放電ショーが行われることがあります。これはテスラの遺産として我々に受け継がれてきたものです。エネルギーと美の融合。テスラは科学的な探求を通じて私たちに新しい価値観や感動をもたらしてくれました。テスラは電気エネルギーを中心に数々の発明をしましたが、彼のビジョンはそれだけにとどまりませんでした。彼は未来の都市についての夢も持っていました。それはエネルギー効率の良い持続可能な都市、人々が安全に快適に生活できる都市の構想です。未来の都市は自然との共存を基本に、エネルギーは自然から得るものであるべきだ。彼のビジョンには太陽エネルギーや風力エネルギーを最大限に活用した都市が描かれていました。都市そのものが一つの巨大なエネルギーシステムとして機能することを夢見ていました。彼はまた
移動手段も革命を起こすべきだと考えていました。電気を動力とする車や電磁浮上式の交通手段など彼の頭の中には数々のアイデアがあふれていました。人々が移動する手段はもっと効率的で環境に優しくなければならない。私たちはそのための技術を持っている。テスラのこれらのビジョンは現代の都市開発やテクノロジーに多大な影響を与えています。彼の夢は今も私たちの中に息づいているのです。未来を変える力を持った一人の天才。テスラのアイデアやビジョンは現代においても私たちに多くのヒントやインスピレーションを与えてくれます。ニコラ・テスラの数多くの発明の中で未だにベールに包まれているものが存在します。それは死の光線と呼ばれる装置です。テスラはこの装置が実用化されれば戦争を終わらせる可能性があると信じていました。彼の目的は平和のための力としてこの技術を用いることでした。この装置は数百マイル離れた目標を破壊することができます。しかし私の目的は破壊ではなく、この技術をもって戦争の恐怖を取り除くことです。しかしテスラの死後、死の光線に関する詳細な記録や実験結果は見当たりませんでした。一部の人々はこの発明が政府や他の組織によって隠蔽されたと考えています。死の光線に関する真実は今もなお謎に包まれています。テスラの発明は未来を変える可能性を秘めているかもしれませんが、その全てが明らかにされているわけではありません。彼の情熱やビジョンは私たちに多くの発明や技術をもたらしました。しかし同時に彼の持っていた知識や技術の一部は未だに私たちの手の届かないところにあるのかもしれません。テスラの技術的な寄与は私たちの生活に数多くの変化をもたらしましたが、彼の夢はそれだけではありませんでした。彼は未来の都市に対する独自のビジョンを持っていました。彼の夢の都市は持続可能でエコロジーに優しく、人々が快適に暮らすことができる場所でした。そして彼の技術はその夢を実現する鍵となるものでした。私たちの未来は自然と調和した都市にあります。エネルギーは豊富に、そして安全に供給され、人々はその恩恵を受けるでしょう。テスラは自由エネルギーやワイヤレスエネルギー伝送といった技術を用いて未来都市のエネルギー問題を解決しようとしました。彼のこのビジョンは現代のスマートシティや再生可能エネルギーの導入など現代社会に影響を与えています。テスラが夢見た未来は私たちが現在目指している方向と重なる部分が多いのです。テスラの未来都市のビジョンは今日多くの都市計画家や研究者たちが追求する目標となっています。彼の考えは時代を超えて私たちに影響を与え続けています。ニコラ・テスラの足跡は過去の歴史だけでなく私たちの現代にも色濃く刻まれています。彼の先進的なアイデアや技術的な探求は現代の技術革命や持続可能な未来への道を築く礎となっています。エレクトリックカー、再生可能エネルギー、ワイヤレス通信、これら現代の象徴的な技術の多くはテスラのアイデアや研究からインスパイアされています。私の目的は単に新しい発明をすることではありません。人類がより良い未来を追求する手助けをすることが私の使命です。彼のこの言葉は私たちが直面している多くの課題、特に気候変動やエネルギー問題に対する解決のヒントを提供しています。テスラが生きていた時代と現代は異なりますが、彼の情熱やビジョンは私たちにとっての指針となるものです。今私たちが直面する課題を乗り越えるためにはテスラのような革新的な考え方や持続的な探求が求められます。
彼の遺産は私たちがより良い未来を築くための鍵として今も私たちの心の中に生き続けています。この物語を終えるにあたり、ニコラ・テスラの偉大な遺産と彼が私たちに残した無限の可能性に感謝の意を表します。そして私たち一人一人がテスラのような夢を持ち、それを実現するための行動を起こすことがこの星の未来を明るくする鍵であると信じています。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方はぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。